もう一つ長期的にさらに深刻なのは、やはり先ほど来申し上げている日本の少子化、人口減少の問題ですね。あの人口曲線というのがありまして、えーまあ、何歳で何,何人ぐらいいるかという曲線ですよね。日本の今の人口曲線を見ると、上の方が膨らんでいるわけですけれども、うん、上でボコっと膨らんでいるのが段階世代ですね。うん、昭和、まあ、戦後 のの昭和20年代の前半ぐらいに誕生した人たち、はい、でその下でボコッと膨れているのがこの段階ジュニアその子どもたちの世代と言われてますけれども、うん、その3つ目じゃあボコッと3つ目のこれ人口学でエコーというんですがその山があってもおかしくないのにあの、ね、ご覧いただければ分かりますけれどもほとんど平坦なまま、うん、つまり段階ジュニアのは子どもたちをまあ あまり作らなかったというか作れなかったというんでしょうかうそういうふうになってしまっているんですね、これも子どもを持つ、持たないというのは個人の人生の選択ですし別に持つべきだとか持たないべきだとかそういうことは全く申し上げるつもりはないんですが結果として日本の人口減少に拍車をかけてしまっているというのは言えると思いますうんやっぱり、ね、人口が減ってしまうっていうのはまずい。 これも、これまた別の番組を作れるようなテーマで<も>真波さん、確かこの辺はお詳しいですよね。ええ、昨年、2、3年前からあのやっぱり朝日新聞の企画で、えー、そういう年間企画をしまして、エイジング日本という名前でしたけれども、それでやりました。ななんで人口減ると問題なんだ という方はまだかなりいらっしゃるんですけれどもうん、うん、これは非常に大きな問題で1つ、日本の場合で言えば先ほどから申し上げているような高齢者が大きく割大きな割合になっていく、うん、これはやはり世代間のお負担と何て言うんでしょうか受益を考える上で非常に大きな問題でして、うん、この人口ボーナス人口オーナスという言葉があるんですが。オーナスはい、はい これはあの子どもと高齢者のようにまああの働かない働けない世代と現役世代生産年齢人口といいますけれども働く世代を比べたときの比率の問題なんですね、うん、でどこの国でもこの人口ボーナスといって働く世代の割合が多い、つまり働かない世代を何人で支えるかといったときにその支え手が多い時代にはぐっと経済成長するんです、うん。 うんうん、で逆に人口ボーナスといって、えー、支,えなければ支えられる世代が増えていくとその人口あの経済成長に陰りが訪れる,るとい、まあ、う大抵、ね、どこの,の国でもそうですね、今、韓国や中国が人口ボーナスで、韓国はだんだん人口ボーナスが外れていって。 <で>うん、中国なんか今人口ボーナス状態でこれから先インドとかあインドネシアとか出てくるわけですが日本はもう人口ボーナスが終わってこれから人口ボーナスにもう差し掛かっているというところでしてこれ一つとっても非常に大きな問題ですし日本の場合急激に縮みすぎるというもう一つの問題があってこれまたあの一番多い時で年間100万人近くの人が。 減るんでですすねね日本人が一つの県吹っ飛ぶみたいな話です、ねえー、そうなってくると一つの県一つの市がぼんとなくなった時のインパクトっていうのはやっぱり経済的に非常に大きい。でインフラをどうするか今まで1億数千万の規模で、えー、作っていたインフラがギュッギュッギュッと縮んでいく時に。 じゃあ道路とか今まで通り維持するのかとか学校とかどうするのかとかいろんな問題が生じるのでいや小さくなったらあの電車が空いていいじゃないかというほど単純な問題でないのは確かなんですねでそのね、まあ、原因というかそこにこう、ね、一つ問題として重なってくるのがおそらく結婚をしても子供があ子供を作らないとか、はい、あるいは結婚しないっていうような選択ですよね。はい、この辺り 私がまさにそのです、ね、ロスジェネ・アリ、ダンカイ・ジュニアなんですけれども、そういうその、なんでわれわれの世代っていうのは、結婚しなかったり、子供を産まなかったりっていう傾向が高いんでしょうかこれまた非常にいい質問、<笑><笑>まあ、超大な答えがいい、ね。<laughs> ね か,かいつまんでいうとどんな感じなんですかねあの子どもはやはりあの減るんですね先進国はこれはもうどこの国でも共通に見られる姿でしてちょっとまた遡って考えるとなぜ急激に人口が日本の場合急激に増えて急激に減ったわけですけれども減りつつあるわけですけれども急激に増えるというのはどこの国も近代化する途中に経験することでして。 全、ままあ、近代的と言ったらいいんでしょうか、農村社会的な国の場合、うん、まず、乳児死亡率が高いで、それと同時に、まあ、子どもは労働力になるので、非常に子どもの数が多いですね、うんあの、私たちの親世代、もしくはその上の世代ぐらいだと、5人兄弟六6人兄弟当たり前だったみたいな、聞きますよねうそういう状況で、えー、近代化して、いろいろな都市、都市化が進み、 まあ、医療なども発達すると乳幼児死亡率が減るんですねうん、うん、そうなると兄弟56人で全員大人になります、うん、あの赤ちゃんの時にあの亡くならずに済みますってことになった時代が一気に人口が爆発的に増えるこれはどこの国でもそういうことになっていてその後、まあ、何が起きるかというと所得が増ええー、生活レベルが上がりとすると 子どもの教育にいい力を入れる、うん、家庭が増える。はいはい まあ日本でも今、問題になってますが、教育費に非常にお金がかかる、ね、子どもが労働力だった時代から、子どもはお金がかかるっていう時代になってくる、うんうん、そうなってくると、5人も6人も子どもをじゃあ、みんな東大,、うん、東大じゃない、ね、大学まで行かせるかというと、大変なお金がかか,っすから、ね、そうなってくると、やはりこの収入だと、このくらいの子どもの数かな、もしくは子どもい,いなくてもいいかなっていう,ような選択になることは十分ありえますよね。 ま簡単に言うと子どもの機械費用が高くなるというんでしょうか経済学的に言うとその特に女性もまあ社会進出で働くということになると子どもを1人産み育てることにかかるコストいろんな意味での,あの金銭的なものだけではないコストが非常に高くなるのでこれはどうしても子どもの数を少なくする圧力にはなっていきますよね。そここににににさらら追い打ちをかけるるようのの人口の膨らみである団塊ジュニアが経済的に に困難を抱える人を増やしてしまった。これが日本なんですね。うん、いや実際あの私の同年配の友達なんかでもですね、やっぱこう経済的な問題で子供は諦めたっていう風に言ってるのもいますからね。<ー>いやこのあたりの問題というのは本当にこう深刻だなと思うんですけれども、ちょっとねお話はこの辺で引き取ろうと思うんですが最後にね一つ聞かしてほしいんですけれども、はい、あの私ね、えー、一つロスジェネとして、えー、ここから先心配なのが、えー、日本はメンバーシップ型の雇用でした。 だけれども、ジョブ型の雇用にしようっていう機運が高まってますよね、はい、つまりそれぞれの人のキャ,、まあ、キャリアというか、何ができるのかということに合わせて、年齢とかと関係なくね、その仕事についてもらおうじゃないかと、えー、そうなったらなったで,です、ね、若い生きのいいジョブのできるやつがロスジェネを追い出すんじゃないかっていう、そういう心配を持ってるんですけど、その辺どうでしょう,うん、<laughs> これまたあのとてもいい質問だと思うんですが、うん私の今の 感覚では急にジョブ型へは進まないのではないかなというふうに思います。あうすやっぱり日本社会にかなり根が入り込んでいるそういうシステムなのでうん、うん、何か黒船的な大きな外からの圧力とかない限り。 この状況がまだ続くのではないかないいか悪いかは別として続くんではないかなと思いますただ一方でロスジェネ世代あの不運にして非正規などであまりスキルを磨くことができなくなったロスジェネ世代がだんだんとさらに追い詰められていくんじゃないかということに関して言うとその可能性は十分あり得ると思いますやはりここは今からでも再教育だったり何かスキルを身につけるような機会をどんどん 公的に設けるべきだと思いますしもう1つは、やはり社会保障だったり、うん、あとは同一労働同一賃金を徹底するだったりあとは非正規の待遇を改善するだったり社会的な手当は間違いなく必要になるんじゃないかと思います。 あのメンバーシップ型がもし続くんであれば逆にそこで第2、第3のロスジェネが生まれないのかっていうのも心配なんですけれども、はい、もはやその団塊ジュニアみたいなこう固まったこう人口の多いところもないしそんな感じはなさそうですかね。これから先 先ほど申し上げたように少子化、が進む人口減少が一気に進むんですねなな、その要因がどう出てくるかっていうのは、正直、私もまだ分からないですあの、コロナでちょっと見えにくくなってますけれども、うんうん、コロナ禍前はもう大変な人手不足と言われていて、あまあ、あ特に、えー 介護労働とかではもう回らなくなるぐらいの人手不足だったわけですけどこれからさらにそれが進んでいくのでもうどんな 世代だろうがどんな手だろうが必要だということにもしかしたらなってくるかもしれずこれはちょっと分かりにくいですね、ただ今後、第2、第3のロスジェン世代が生まれるかどうかということに関して言えば今の状態が続く限り今のこのシステムが続く限り非正規がたくさん非正規の方がたくさんいる非正規雇用がたくさんあるということと景気によって雇用の入り口が狭まったり広がったりする。 ということから考えるとこれいつ起きたっておかしくないとも言えると思いますなるほどいや本当にねそうなってほしくないなと思いつつ今回のお話は締めようと思いますマラベさんどうもありがとうございましたありがとうございました